投票できるのはっていうと、もうたった20議席なんです、うん、それも以前から減らされたんです、うん、民主派の人たちはもうこの枠に向けて立候補するしかないんですけれども、はい、この1年間こういうことが起きました。民主派で候補者になり得る人たちは国家の安全を脅かしたとして次々と逮捕され投獄され立候補できなくなってしまいました、はい、でさらに今回立候補するにしても条件が定められました。愛国者、つまり中国を愛する人だと認定された人だけ、そして親中派に推薦された人だけ定められたんです。民主派の人たちはもう立候補すら難しかったということですけども、じゃあ有権者はどうしたんですか。この有権者の多くは怒ってますよ、うん、お話伺ったら投票する意味がない、投票したいと思う人がいないとか、もう民主的な選挙なんてありませんという人もいました。投票に行かないと決めた人も多くて、投票率は 30.2% と過去最低になりました。前回のおよそ半分です。